の後ろには何がありますか？目の前にあるものは何ですか？あなたは必要ありません。大切なのはあなたの中にあるもの。私たちを作るのは私たちの考えです。持久力はいくらでも、苦い報酬はとても甘いです。たゆまぬ努力をすれば、今日でなくても明日は成功できる。あなたを助けてくれる人を忘れないでください。あなたを愛する人を憎まないでください。あなたを信頼する人を欺いてはいけません。群れの一人にならないでください。100分の1になるようにしてください。失敗してもがっかりしないでください。成功は終わりではないからです。失敗は最後のステップではない。頭の中にアイデアがあり、それを信じていれば必ず実現できます。少なくとも一日一回は自分自身に話しかけてください。そうしないと、素晴らしい人と話す機会を逃してしまいます。目標への関心は、目標の達成にも示されるべきです。それが成功の秘訣。あなた